それは3週間前、スペースコロニーユーラシアシグマの策略によりあっけなく占拠された。シグマの雇った謎のレプリロイドダイナム、彼の操作によりユーラシアの取った軌道は地球、地球消滅の惨劇が始まった。イレギュラーハンターゼロ、地球の存亡を背負い一人のレプリロイドが荒れ狂うスペースコロニーへ真っ向からぶつかった。結果スペースコロニーの破壊に成功、地球消滅は免れたものの爆発の被害は大きく、地上は荒ぬ姿へと一変する。そしてシグマとの死闘、エクストゼロは命からがらシグマを倒すが、戦いから帰還したのは青い光、エックスだけである。現在見覚えのあるセーバーが握られている。3週間後の現在、荒れ果てた地上はレプリロイドがかろうじて活動できる程度に汚染が静まりつつあった。そしてある男の、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いいたします。今日はね、プレイステーションね、ロックマン X6 ね、こちらやっていきたいと思いますんで、最初からねやっていきたいと思います。一体何が起こったんだ。コロニー落下は阻止できたと聞いたが、ちょっとすいません、飛ばさせていただきます。これはね、いるわ。久しぶりの戦闘だから気をつけて X、 アーマーもセイバーもあるから大丈夫さ。ファルコンアーマーは急いで復活させたから、ダッシュ機能とか不完全なの。了解、 とにかくメカニロイドを止めてみせる。そうね、先にある廃墟の入り口まで急いで。あ、出た、神曲やなこれ。オープニングステージ神曲なんですよこのゲームね。バスターが効かなかったらジェットセイバーで、そうだな、ゼロの力を借りる時だ。そういうことか。まあゼロがね、いなくなってるんですよね、これ確かね。はい、あーこれはメロンをね刺してきよる。いいな、これはオープニングステージにさ、結構難易度高めなんちゃうのこれ。初めての人がやると結構手こずれそうやね。ほらほら、こんなんとかね。この上にもありそうやな。やっぱりね。めっちゃ減ったやんか。お、誰かいるぞ。お前たち大丈夫か？この先に、大型のメカニロイドが
電波障害が発生していきなり暴れ始めて、不覚にも傷を負ってしまいました。あとは俺が調べる。お前たちはハンターベースに戻るんだ。わかりました。何か取り憑かれたように別物になっています。気をつけて。なるほど。これは結構、このボスは強いな、結構。よし、倒した。お、ゼロ出てきた。ゼロの魂みたいなのが出てきたな。ゼロ。お、まだいるんか、ボスが。ああ、こいつね。こいつは確か、何やったかな、名前忘れたな。なんかボスなんですよね、これ。後で、また、後に出てくるボスなんですけどね。やはりゼロの仕業だったのか。誰だ、お前は。ハイマックス。ああ、そうそう、そんな名前やった。そう呼ばれている。ゼロナイトメアを調べに来た。なんだって？ゼロナイトメアだと？お前らの目的は何だ？ゼロナイトメアを使って何を企んでいる？こっちが聞きたいくらいだ。あのゼロは一体？お前らは危険だ。処分する。そうか。ハイマックス。それはあれかな？勝てないのかな？どうなん？どうやったっけな？終わった。イレギュラーハンター済んだものか。ゼロナイトメアは俺たちが処分する。お前らは邪魔だ。手出しするな。あ、どっか行きやがった。そう、ダメージを全く与えられなかった。ハイマックスにゼロナイトメア。そういえばさっきの俺はゼロの夢を。一体何が起こっているんだ。我々はこれからナイトメアの実態を突き止めるべく、アイゾックたちが送り出した8体の調査員のいるエリアに乗り込む。しかし、今のイレギュラーハンターの状況からして、このミッションを実行できるのは X お前だけだ。ゼロもいない。今、頼れるのはお前だけ。やれるか、X。やるよ。ゼロナイトメアを自分の目で確かめないと気が済まない。たった今、ナイトメアエリアと調査員のデータが分かったわ。でもナイトメアエリアは電波障害で詳しい状況がわからないわ。あとナイトメアエリアで変化が起きた場合、そのエリアを赤く表示するわ。何が変わったかまではわからないけど、いいさ、行けばわかるだろう。確かめてくるよ。ナイトメアの実態とアイゾックたちの野望をね。無理をするなよ、X。お前だけが頼りなんだ。了解。あ、X、どうした？エイリア。なんでもないの。気をつけてね。
アイドックの話を真に受けて何人かのリプリノイドが危険なナイトメアエリアに向かっているかもしれない。見つけたら保護してハンターベースに戻るように伝えてくれ。助けたリプリノイドはここで R1 ボタンで確認できる。何かアイテムを拾ったら使えるようにパーツに加工するぜ。L1 ボタンで装備してくれ。忘れるなよ。あとは頼んだぞ X。 はい、じゃあこれですね、8大ボスステージになりますね。はい、そうですね、まあ最初はね、このコマンダーヤンマークですね。はい、こちらね行きたいと思いますね。はい、ね、これアーマーがね決めれるんですけど、ファルコンの方がいいですね。さあ X6 はね久しぶりですよね。超久しぶりですよね。購入した当時以来プレイしてないですからね、8大ボスステージはね。だからもう10年以上ぶりですね。はい、購入した当時以来なんで、だから2002年か2001年かちょっとそれぐらいに出たゲームですけど、買ったのが2002年か2003年ぐらいに買ったんですよ。それ以来やってないんでね、もう10年以上ぶりですねこれね。あ、ちょっと待った。物を挟んだりするためのメカニロイドみたいね。背中に物を乗せられるようになっているわ。なるほど。一応敵ではあるんかこれ。まあまあ攻撃してこないから別にいいんやろうね。あ、助けた。仲間助けると1アップするんですよね。残機増えるんでね、どんどん助けた方がいいんですよ。あ、上にもいる。あれ、ちょっと待って。よし、で、4機になりましたね。この曲もなかなかね、神曲なんですよね。これね、蘇るんですよね、この辺のでかい、このね、カマキリみたいなやつね、蘇るんですよ。何回倒してもね。もう無視しよう。まあ残機がね増えるからいいですよね。動きになりましたね。おお、ラッキー。ライフアップは増えた、増えるわ、残機も増えるわでね、超ラッキーですね。あれ、こっから先どうすんねん、こっちか。あれあれ、いけないやん、こっから先。なんでや、こいつのマリアな。こっちか。あ、こっちなんや。そうか。おっと、なんか出た。さっきの運搬用のメカニロイドね、トゲトラップの上でも平気みたいね。これは利用できるわ、X。チャレンジしてみて。ちょっと待った。あ、いくらでも出るんか、こいつ。あ、回復出た。よし。しまった。いやね、 X6 のねステージってね、結構この面はまだ優しい方だと思うんですよね。他の面なんてね、鬼みたいな面ばっかりでしたからね。これもう一回いるんかな、これ。あ、もう助けたやついないか。X5 だったら一回助けたのもまた出てくるんですけどね。これはもう出てこないんですね。
あ、しまった。まあでもね、こんだけ残機がね、増えるぐらいだから、それだけ難易度高いってことですよね。これ待つしかないな、これな。せっかちに進んだらやられるだけやな。これでいきゃいいやな。あ、回復出た。これ取る。ここから先なんかあるんか。うわ、やばい。おう、大丈夫やったな。助けよ。残機をアップしますからね。こっちはいないのか。こっちはいないかな。探す。あ、やっぱりいた。あ、もういや、無視したれ。うわ、めっちゃヒットまた減ってる。うわ、強い。どこ行きゃいいんやん。下か。あ、下やな。合ってたね。とても強力なデータ反応あり、おそらく調査員か。このエリアの調査員はコマンダーヤンマーク。最悪のケースを考えて武器のセットアップを忘れないで。分かった、気をつけるよ。一番弱いね、ボスですね。さあ、倒せるか。残機8機ありますからね。そうそう、これね。お前がナイトメア調査員のコマンダーヤンマークか。そうだ、アマゾンエリアの調査に当たっている。教えろ、ゼロは何を企んでる。何か知っているはずだ。違う、ゼロはそんなことはしない。変な言いがかりは寄せ。信用できないイレギュラーハンターもレプリロイド調査研究員も何を考えているか。裏切られて消されるのがオチだ。その前に消してやる。もうやるな。そんな強くないやん。満タンのヒットポイントじゃなかったけど勝てたね。あれ、ちょっともう接触悪いなこれ。倒したイレギュラー、受けたダメージ、これはもういいや。特定の敵から謎のアイテムが見つかったわね。どちらにせよナイトメアに関係ありそうね。回収すべきだわ。仮にナイトメアソウルと呼びましょう。ソウルを集めればあなたの活躍も評価できるわ。評価されればハンターランクが上がってパーツの装備が許可される。ランクが上がれば一度装備できるパーツの数も増えていくわ。GA ランクになれば、リミットパーツの装備が可能になる。リミットパーツは他のパーツと違って、武器セレクト画面で選んで使用するの。しかも、一度しか使用できないから注意して使って。
ミャンマーオプションをゲットした。トンボ型のメカが体の周りを回って攻撃にもガードにも使える武器。ああ、これね、助けた人の名前でしょうね、これ。ライフアップ、スーパーリカバー、ラピッド5、コマンダーアイアンマーク、元はアマゾンエリアの調査員、元はジャングルなどの自然保護のプロジェクトへのレプリロイド。昔コントロールミスで事故を起こし森林を燃やしてしまった。しかし罪は問われることはなかったわ。その代わり心なき者がヤンマークの飛行システムを改造して再び事故を起こして、彼らの人に。ヤンマークを作ったのは私と同期のゲイト。なるほどね。はい、これちょっと申し訳ないけど飛ばせます。次はヤンマーオプションはグランドスカラビッチですね。どれや、これか。これやったと思うな、確かな。ファルコンね。これは、あれやね、ふん転がしか。確かね。無理やろこれは。このトーテンポールは一体、私からはトーテンポールは確認できないということはナイトメアね。注意して調べてみて。ナイトメアつってあれかな、幻みたいなことかな。こっちしか行けないもんな。あ、これあれかな、勝手にダッシュするの、なんか呪いみたいなんか。ナイトメアの呪いつうかね。ほら、なんかさ、こっちで押してないのに勝手にダッシュするときあるんですよ。ほら、これも今のもそうや。ほら、なんで勝手にダッシュするやん。あれ、いけるようになった。さっきの難関のとこいけるようになったよ。やっぱなんか謎解きがあるよね、このゲームね。この面ね。これ行き止まりか？行き止まりってことか、これは。あれ？これ最初のとこ戻ったんちゃうの？これ。あ、これ倒せるやん。なん、倒せるんやん。やばいやばいやばい。どうすんのこれ。あ、倒せるかこれ普通に。よし、倒した。ちょっと今度やばかったな。あー、やっぱやっちゃう。ここはエイリア。あれ、エイリア、通信不能なのか。あ、さっきと同じことが起きてるな、これ。あー、
回ったダッシュしたかってね。ってポイントじゃあジャンキーもあと3機しかないやん、あんだけあったのに。ほら、またダッシュしたで、勝手に。あ、助けよ。危ねえ。助け足らんとね、また、呪われて、あれするからね。敵になってまうから。ほら、なんで勝手にダッシュするんやろうな、これ。ほらほら、勝手に出してくるぞ。あ、またこれ壊すやつや。あと上壊すだけか。なんでダッシュするねん、勝手に。ほら、よし、スパイクした。あ、ここまた。今度はどこだ、考えてもわからないな、先に進もう。助けた。これなんや、入れるな、なんか。あ、もう変わったな。なんだここは、エイリア、一体何が。これ青いやつは何なんやろな、これ取ったらどうなるんやろか、よくわからんな。あぶね、おお、下に針あったんか、気がつかんかったね。あ、あいつ助けたな、助けな、やばいやばいやばい、助けな。あー、クソ遅かった。ボスかな、ボスまで来たか。ちょっとポイントやばいな。あ、違う。お前は一体何者なんだ。X 俺だよ、わからないのか。ナイトメアにやられて色が変わってしまったのか。笑わせるな、誰がそんな嘘を信じるんだ。もう俺のことすらわからなくなったのか。イレギュラーだな。お前はハンターとして処分してやる。エアダッシュすんなよな、ほんまに。逃げるなよ。
うわ、おお倒せた、危ねえ。これでクリアしたことになるのかな。でもあいつ倒すことにならないけどな。グランドスカラベッチャー倒すことにならないけどな。ちょっといない間に俺も落ちたもんだ。ただこいつは、と一緒にされると、こいつはでもね、取り戻したってことですよね、その代わりね。ゼロ、ゼロ、生きていたんだね。X だって生きてるじゃないか。大体シグマごときにやられてたまるか。そうだろう。探したんだ、データ反応もパーツも何も見つからなかったから。だから心配かけたようだ。ダメージが完全に回復するまで身を隠していたんだ。うん、その間にこのおもちゃが世間を騒がせてしまったようだ。感動の再会はここまでだ。ナイトメアを何とかしないと本当に取り返しのつかないことになるぞ。今レプリノイドが全滅すれば復興作業ができなくなる。そうなれば人類、いや地球そのものが危うくなる。行くぞ X、 ナイトメアをぶっ潰してやろう。うん、ああ今はみんなが力を合わせないといけない時なのに、俺は絶対に許さない。行こうゼロ。これで一応クリアってことになるんか、この面もね。ハイパーチャージ、エナジーアップ、オーバードライブ。グランドスカラベッチャー倒したことになってないからな。戻ってきたばかりなのに悪いな、ゼロ。早速だが、X と協力してミッションを参加してくれ。俺はイレギュラーハンター、それが仕事だ。少しサボっていたからな。取り戻させてみせる平和を。やっぱりね、グランドスカラベッチャー倒してないから、もう一回行かなあかんのですよね、これね。で、これゼロも使えるようになってるんですよね。はい。でも、これ X でいきますけど、カルコンでね。もう一回行かなあかんやん、じゃあ、この目。グランドスカラベッチャー。もう一回同じことやらないかな。一回クリアしたところもう一回やらなきゃあかんけどね、めんどくさいな。ほら、この仕掛けまでね、また元に戻ってるんですよね。
一番いいよ。少々強引ですけどね。よし、OK。3本にしよう、2回目にしようかな。あぶね、ダッシュしやがって。上か。こっから初めてですね。未知のゾーンですよね、ここからは。あれ？上か？あれ上じゃないな。あれ？何にもないよ。下か？あ、これか。やられた、仲間やられてもうた。あ、いけ、ライフアップ。あ、惜しいな、もうもうちょっとやったのにな。
や難しいわ。とイチアップするんでね、それはありがたいんですよね。危ね、危なかった今。ポイントないな。これが難しいんですよね。で吊るせないね、これ。やっと過ごした。やっと行けた。いやー、地獄やった、おい。これでボスやな。やっとボスだよ。よいしょ、よいしょ。そう、こいつね。グランドスカラビッチ。確か遺跡嵐の。なぜこんなところにいるんだ、ナイトメアのことは白状するんだ。あれあれあれ、これはこれは X さんではありませんか。これはついてない、飛んだ堅物に見つかってしまったかの。おとなしく白状すれば、身の安全を約束する。では、戦うしかありますまい。遺跡研究者としては。見たいですな、オンスの DNA データ拝見させてもらいますぞい。よいしょ、よいしょ。クリアしましたね。本当に苦しいんだこの面は。いやでもね、6-6でね、こういう面ばっかりですからね。これぐらい大変な面ばっかりなんだよね。本当に根気いるんですよこのゲームはね。グランドダッシュをゲットした。岩をタックルで飛ばす武器、特定のブロックを動かすことができる。空中で上をしながら攻撃ボタン斜めに落下して大ダメージを与える。グランドスカラビッチ、元はトレジャーハンター。彼は単なる遺跡嵐と違って古代遺跡の研究に熱心で、遺跡だけでなく古代のロボットの研究データも豊富に持っていたの。ゲートは古代のデータと引き換えに指名手配中の彼を保護したわ。そしてパワーアップを施したわ。ゲートは彼を使って禁断の地を調査するように仕向けたの。そこは X や0、あなたたちの発見された場所でもあるの。私はスカラビッチがその地に乗り込むところを偶然発見して、気の毒だったけど急ぐにしたわ。ゲートは何の反戦の色も示さなかったわ。思い出したくない過去だったのに。あかんな、ゼロでもダメやな。やっぱりこのゲーム自体難易度高すぎるね。やっぱりね、ここの面ですよ。この面行きましょう。この面が一番難易度低いね。貝殻の面ですね。
シールドナーシェルダン。シールドナーシェルダン。うん、やっぱ甘くないな、このゲームはな。優しくなるとか、全然優しくなってないやん。まあ、ただ、X よりはね、まあ、ちょっとマシな気がしますね。ゼロでやった方がね。うん、これもう話はまあ知ってるからいいや。こっちの音楽を好きなんですよね。あ、やばい、やばい。落ちた。あ、これね、あの、仲間を助けるとね、あれなんですよ、1アップするんですけどね。うわ、滑るな、ここ、ちょっと。滑るんや、これ。まだ優しい方ですよ、ステージとしてはね。これで開くんですよね。弱いんですよね。それが欠点ですよ、ゼロは。それ以外はね、強いんですよね。そうか、そこが X との体格の違いか。体格というか、体極の違いか。X はね、防御力が強くてね、攻撃力弱いんですよね。どっちを取るかですよね、本当に。で、接近戦なんですよね、ゼロはね。その代わり攻撃力強いんですよ。どっちがいいのかな。あいつ帰っとる、こいつ。やばこれで OK やな。これでボスですね。さあ、倒せるか。これはもう前読んだからいいや。倒さないこともなさそうな気がするけどな。
あかん、どこに向かうね。よし、倒した。強引やけどね。まあ、しょうがない。これぐらい強引でもしょうがないわ。クリアできただけでもマシや。うん、やっぱ攻撃力強いね、ゼロはね。うん、そこは強みやね。ガードセルをゲットした。シールドセルナー、シールドナーセルダンは、元はセキュリティポリス、エネルギー研究所の要人であるジム博士のガードに当たっていたわ。しかし突然ジム博士がイレギュラー化。彼はやむなくイレギュラーを処分、常に冷静だったわ。その場にいたイレギュラーハンターはセルダンをイレギュラー認定したの。ゲートに作られたレブルガードという、それだけの理由のために、セルダンは耐えきれずその場で自害したわ。なるほど。はい。厳しいね、どのステージも。ここもダメやろ？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 ここしかないなぁ。今更ゼロでやっても遅いってことかなぁ。メタルシャークプレイヤーね。この面の方がまだなぁ。まあ難易度的にはね、前回プレイした時はね、一番マシな気がしたんですよ、この面。ダメージ受けたからやな、今。ダメージ受けたら立ち上がってまうからね。最初のとこですら難しいもんな。まあね、この面が一番難しいと言ってる人もね、結構いますからね。わかる気もしますよ。僕にとっちゃ一番マシな気がしますけどね、まだこの面の方がね、うん、他のね、ステージの方がはるかでも難しいと思いますよ。さっきもやってるからね。ここはまだ楽なんですけどね。1体だけ倒しただけでも、まあ、まだ進んだ方やわ。正解。もうボンミス。こんなんね、一発でいける人絶対ないですよね、これね。
こぼれ系ですよ。死に系ですよね。いやー、昔僕これクリアしてんですよ。天才ですよね、本当に。昔の自分天才やわ、ほんま。神やな、ほんまにな。いや、若かったんですよね、それだけね、昔はね。ゲームがうまくね、うまい時ってのは若かったってことですからね。うん、今は手に負えてないですから、そこまでね。いや、難関が多いわ、この面は。しゃがんどこと。あぶね、あぶなかった今。まあヒットポイントは十分あるけどね。さあこれですよ。お、滑る。怖いな、これ。怖いなぁ。そう、ここですよね。この先ですよ、この先。あー、しまった！くそー！難しい！あそこまで行くのが長いんですよね、これ。やばい。テクニックが高度すぎるやろ。あぶね。今また死ぬとかやったな、もないな、俺。さあ、ここですよね、この先ね。さあ、ここですよね、問題はね、この先ですよ。怖いなぁ。ここどうやって行くんやろなぁ。どうすんやろな、これなぁ。これ、上行ってる間に、さーって行かなあかんわけやるね、これ。あー、こういうことか。うぅ、さらにこれしゃがんどかなあかんて。怖っ。受けた。これでどうや。どうすか。おお、中ボスかい。どこ攻撃するのこれ。え、どうすんのこれ。ここ、あ、ん、あ、やばい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 、え、どうすんねん、これ。当てるとこ分からへんよ。うわ、死んだ。ええー。
これ中ボスカラーかもしかして。ああ中ボスカラーよかった。どこを攻撃するのこれ。あ、これか。これを攻撃するのか。つうかこれジェットセーバーになってなかったよ。あれを出てくるの待てってことか。時間稼がなあかんわけや、あれが出てくるまでは。避けるしかないってことだよな。あ、反対側か。こっちか。やばい。死ぬ。うわ、死ぬわ。いやー、難しい。ヒットポイントがな、少ないねんな。X の、X じゃ、0のね。これまでもう避けるしかないんですね。避けきるしかないってことや。ちゃうちゃうちゃう。なんで弾撃ってんねん、おい。弾ちゃうっつうに、おい。ジェットセイバーやっつうに、おい。何やねん、もう。あ、ボタン間違ってたんか、さっきのは。今度こっち側やな。あ、もうちょっとやな。やばいやばいやばい。あー、踏みつぶしてくんのかよ、おい。そんな攻撃もあるか、おい。鬼畜やな、ほんま鬼畜やわ。なかなかやな。違うんかこれ。怖っ。ヒットポイントないな。おお、倒せた。あー、惜しいな。今倒したやん。あー、でもいけた。倒しながらいけた。死にながら倒せたね今ね。相打ちみたいな。やっとボスまで来たね、おい。さあ、こいつや。さあ、どれぐらい強いか。ヒヒヒ、死に損ないが何のようだ。ガラクタのアサリの悪趣味に付き合っている暇はない。お前こそ何をしているメタルシャークプレイヤー。ヒヒヒ、DNA が欲しいんだよ。素晴らしい DNA が。でもよ、あんたの DNA データはもういらねえんだよ、ヒヒヒ。お前に渡すデータなど1ビットもない。じゃあ丸ごと消すしかねえか。死ねや、ヒヒヒ。さあ、よし、倒した。さすが攻撃力強いな。いや、クリアできたわ、なんとか。これ X だったらこういうわけにはいかんで。いやー、でもすげえ時間かかった。メタルアンカーゲット。
雷光班。メタルシャークプレイヤー、元はリサイクル研究チーム。処分されたイレギュラーの残骸を新しいレクルーズに使えるようなリサイクルを研究してたの。そしてもっと大切なのは、イレギュラーの DNA データの解析と管理。彼は DNA の解析能力に優れ、ついには死んだイレギュラーを復活できるまでに研究が進んでたの。DNA データの復活は法律で禁じられているから、条例違反で間もなく処分されてしまったわ。ゲイトも DNA データの復活に興味があったみたいで、彼を止めるどころか、そそのかして DNA データを集めさせたみたい。ゲイトが彼を止めていれば、こんなことにはならなかったのに。なるほどね。はい。ね、今ね、今のところですね、こいつと、こいつとこいつと、これをね、4人倒してますね。はい。あと残り4人です、敵はね。これとこれと、これとこれですよね。倒してないのね。はい。ちょっと待ってくださいよ。ちょっとね、アイテムをね、これ、アイテムパーツをちょっとね、装備をね、して、ちょっとやってみようかなと思いますけども。これは、スーパーリカバー。ショックアブソーバー。これ防御力アップやったっけなぁ。なんかそんなんやった気がするけどな。これどっちか、どれか一つしかこれ装備できないんですよね。で、これは、ラビット5、ハイパーチャージ。これどういうことやったっけなぁ。どっちのやったっけなぁ。忘れてもかな。ハイパーチャージ。多分、チャージが早いとかそういうことかな。できないの？あれできないの？装備できないやん。そうか、一つしか装備できないのか、まだ。あれですね、仲間のレスキューリストですね。まだこんだけか。じゃあそうですね、この面ちょっとやってみますか。北極エリアね。うん、ファルコンアーマードボルファンク。これでもまだ前半なんや。厳しいなこれ。
これで半分はいったか。おー、途中からなった。よかった。これね、ゲームはなってもね、ある程度のところに進めばね、そこからいつでもね、再開できるようになるからね。開いちゃった。おう、はい、待って、あかん、食らうな、これ絶対。そんなんどうやって避けんねん。おっと、危ねえ。おう、針があった。あれ多分当たったら死ぬわな、一発で。助けた。ちょっと待て。ハンターベースからは氷のナイトメアを確認できないけど、逆に利用できないかしら。どういうこと？あ、そうか。これ乗ってくのか、これ。乗っとった、危ねえ。ああ。もう壊せないよな、これ。おお、やばい、やばい、やばい、あぶね。これはあるよな。あ、取る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 。あー、登れない。あー、しまった。また進んでる。進んでるよ。バスターでね、倒せたらいいかな。お前がナイトメア調査員ブリザード・ボルファングか。いかにも。対命を受け、再び生を受けた。以前私のミスで仲間を失いゲート様にも迷惑をかけた。挙句の果てはレプリロイド研究員の罠で、昔の話しても何の前進もありえない。これも使命、すまぬが死んでもらうぞ、イレギュラーハンター。あ、どれぐらい強いのかな。あんま強くないって聞いてるんですけどね。
だパターン、まだパターン読みやすいですよ、こいつはね。よし倒した。結構余裕でしたね。よし、一体倒しましたね。よし、いい感じ。あと残り3体ですね。アイスバースト、3つのアイスを破片を飛ばし着地すると上に乗ることができるぞ。利用しながらジャンプオーダーに天井に貼り付けるぞ。ブリザード・ボルファングは元北極エリア調査員のリーダー。ある日のイレギュラーの仕掛けた罠に彼のチームのメンバーが襲われたの。ボルファングは命からがらイレギュラーを倒したもののメンバーは全滅。ボルファングを作ったゲートを嫌う研究員がこの事件をきっかけにボルファングを処分する計画を立てたの。事故に見せかけボルファングは処分されたわ。冷たい海の中へ。私が処分したの。まんまと騙されて私が。なるほどね。はい。この面がね、また難しいんですよね。いや、残り3ステージの中ででも一番マシな方ですからね、これでもね。あと残りのね、3ステージは難関ステージなんですよ、本当にね。これですよね、問題は。ここですよね。これ上か。この下か？あ、これか。これだ、これ。よし、これで OK。で、ここ、壊すんですよ。あれ、まだか？あ、まだいないよ。まだあるんや。こっちか。この下か？あ、これか。青いちっちゃいなんか変なスイッチみたいなのを壊さなきゃいけないですよ。で、これは壊せないですよね。無視、こいつは無視。操作がいいな、さっきな。よし、倒した。で、これ、ここね。一回回復しに行こう。これ回復できるんだね、いつでも。ここから振り出すに戻らないといけないからね。強いな、こいつは。あれ？あ、こうか。あ、仲間いる。よし。
倒した、はい、よし、これでこれなんか壊すとこがあるんだよ、これやな、よし、壊した、よし、いった、くそ、もうちょっとってことやれんな、要するに早いけってことなんですよね、これね、勝手に減ったことは減っていってるから、敵もいる中でね、だから難しいんですよ、サブタンクないと無理かもしれんな、これが経つごとにヒットポイント減ってくんだね、あーやばい、あぶね、あーもうだから勝手にエアダッシュするなっつうのに、あちゃあちゃあ、なんかもっと強力な武器ないんかな、これ頼りない武器ばっかりやな、うわ効かないのかこれ、あんまりこれしかないな、一番強力そうなのは、あ、これちゃうっつうね、これあ、危ない、危ない、おい、よっしゃ、いけた、やっといけた、でもまだあるんですよ、後半が、まあ、まだあるんですよね、あー、これなんかあったな、微妙な隙間ね、普通にはくぐれそうにないけど、あー、そうやな、死ぬよな、でもその代わりこっから始めるようになったからね、あ、何が針だったんかよ、おい、ちょっと攻略本見ますわ、攻略本ね、あー、そういうことか、目か、ここか、ここになんかね、うん、ハートアップって書いてあったから、硬いな、こいつ、まだあるんかな、これ、壊すところは、
ワッフがある。あ、これあれか。ないな。これじゃないのか。こっちか。あ、これや。あ、まだあるか。まだ壊すとかあるんやな。この上か。あれ。あ、これや。これでいいのかな。よし、いけた。やっといけた、ボスや。このエリアの調査員はレイニータートロイド。ナイトメアレインのこともあるし、武器のセットアップは必要ね。認めは調査員だな。 X 噂聞いている。同じレプリロイドとして尊敬する。本当かいな。え、ありがとう。尊敬しているだなんて。なら話は早い。お願いだ。ナイトメアを止めてほしい。ナイトメア、時期にレプリロイドの未来を救えるのはナイトメアだ。何を言ってるんだ。俺はすでに被害を受けている。私には信じるしかないんだ。ある主のことを。私のせいであの方は世間から罰せられた。なのにまた私に生を与えてくれた。だから私に与えられた使命を果たすのだ。この命に変えても。タートロイド、お前なら理解できるはずだ。今何をすべきかを。 X、 君の言ってることは理解できるが使命なのだ。あの方の障害を取り除くのも私の使命。 X、 もらってくれ我が命。嫌だ、戦いたくない。そういうことか。いいやつではあるんや。の装備してんですよ。ぐらいはこんなの。あかん、厳しい。あ、もう体当たりしてんね。硬いなこれ。もうこれ使おう。これやっぱりもうちゃうっつうん。これとこれやっつうん。あれ当たってないの？なんで当たってない時あんの？たまに。よし、なくなった。あー、クソ、そっちかいな。俺読めるわけないよ、パターンは。こんなあー、何耐えたりしてんねん、俺。あかん、やばい。あかん、そっちかいな、おい。よし、倒した。あ、危なかった、おい。強かった。大変ですよ、このゲームはね。大変なゲームですよ。ほんと、難易度高すぎます、ほんとに。あと2体ですね、これで。残り2ステージは、ほんとにね、難関ステージなんでね。いやー。この面をはるかに超える難関ステージですよ、残り2ステージは。メテオレインをゲット。上方向にメテオレインを発射。上にいる敵を対して有効な武器。円錐弾をゲットした。下を押しながら武器ボタンを激しく回転して敵を切り刻む。レイニータートロイド。元は水質改善チーム。強力な酸性雨にも耐えられるコーランシールドを装備。汚染レベル A の危険エリアまでも調査可能になったわ。力
しかし過剰な防御能力はかえって危険視され、タートルズの絶対化の声が高まったの。ミの親であるゲートは反対して罰せられたわ。ゲートにとても忠実だったタートロイドは責任を感じてシールドを脱ぎ捨て自害したわ。はい、セーブも。ぶりですよね。10日ぶりぐらいとかかもしれないね。はい。パーツがね、パーツは、ハイパーチャージ。まあ、防御力、あと2つね、装備できますね。スーパーリカバーと。スーパードライブ。じゃあ、これで一旦ね、あとね、この残りこの2つステージなんですよ、クリアしてないのね。そうですね、どっちも鬼門なんですよね。こっちやってみますか。とりあえずね。ファルコンで行こう。どっちも鬼門ですよね。ミジンコですよね。あれ壊せばな、だいぶ違うのにな、今のな。ヤンマーオプション使えるな。これサブタンクあればいけそうやけどな。サブタンク1個も持ってないからな、これ。ここだノーダメージでいくぐらいじゃないとあかんな、これな。ライチアップした。よし、だいぶ残ってる、今回は。あ、やばった。よし、直した。直せた。奇跡的やな、これな。これいいよ、ヤンマーオプションなかなか。よし、ボスまでいけた。いやー、やっといけた。ただ、ボスが強そうやな。このエイヤーの調査員は、インフィニティミニジオン。強力なウェポンを使われるかも。こっちも武器で対抗ね。そうや、そうやな。弱点武器が何やったっけな、こいつ。ちょっと待って、調べようか。弱点はね、これですね。ガードセルね。カードセルかな。これを使うと。ちょっとカードないなぁ。さっき死んじゃうか。死ぬか。いや、ボスまで行けたからよかった、今日は。とりあえず。目が短かったですね。こいつですよね。なんか来たよ。面倒だな。インフィニティミニジオン、ナイトメア調査員だな。なんか苦手なタイプが来たよ。他の調査員が行けてないから。あん？もしかして、大事な大事な、イルミナちゃん壊しちゃったとか？あんな危険なものは処分した。
ちょっとマジか、勘弁してくれよ。あれまだテスト中だったのに、あんたの頭の固いやつらをイルミナちゃんでぶっ飛ばすつもりだったのに。怒ったよ。代わりに君を殺してゲート様に褒めてもらおうと。何やそれ。それしかないわやっぱり。あ、もうちょっとや、もうちょっと。よっしゃ、倒した。いやー、強かった。水面やったな。アローレイゲットした。画面全体攻撃、ピンチの時にガヤマト使え。ゲットアイテム、スピードショット、インフィニティミニジオン、または大型ウェポンのテストパイロット。高速処理の可能な得意な体を持っていた。そのためテストプログラムを無視して自らの勝手なカリキュラムで実験をこなしていったの。確かに優秀な成果だ出したわ。でも他のスタッフとのトラブルが絶えず、作ったゲートも頭を痛めていたわ。ある日実験の事故を装って処分されてしまったわ。おります。はい、最難関のステージですね。ここですね。この面がね、あの鬼門のね、面でありますね。装備はまあいいか。装備はこれでセーバーエクステンド、スピードショット。うん、そうだ、いいな、これで。うん。はい。この面ですね。マグマエリアですね。で、アーマー、どうしようかな。まあ、ちょっとね、ゼロとね、このマルコンアーマーでね、ちょっとね、ちょっと試してみたいので、ちょっといろいろやってみようかな。マルコンアーマーでまず行きます。これ一番鬼門の面なんでね、ここね。ブレイズヒートニックスステージですね。ここはね、ほんと中ボスがいっぱい出てくるステージでしてね、それが難しいんですよね。もう何回も挑戦してるんですけどね、なかなかね、クリアできないということで、一番最後まで残っちゃいましたね、結局ね。はい。確かね、このアローレイっていうのはね、この中ボスには効くみたいなんでね。はい。これをね、使っていきたいなと思ってますね。あれ？あれ？ちょっと待って。あ、これでチャージか。こういうことか。あー、でも。なるほど、そういうことね。で、これも効くんですよ、ギガアタックもどうやらね。おお、確かに効いてる効いてる。で、アローレイもう一回やろう。はい、倒したー。やっと倒しましたね。ただでもやっとって感じですね。
しましょう。あれ、これこっちでいいんか。あれ、下か、これ。あ、下でいいのか。まあ、炎の面ですからね。やばい。あ、これ助けなあかん。スイッチアップしてさらに回復もするんですよね、あれ助けるごとに。あ、しまった、ちょっと早かった。うわ、死んだ。なるほどね。あ、結構ダメージ大きいね、一発食らったら。あ、しまった。おっと、あー、か、早かった、ちょっと。あー、そこにいる。あー、やばいやばい、やられる、やられる。くそ、あかんな、もう遅かった。くそ、助けに行くのに必死で、まあ、やられてもうたな。いや、まだ難関こんなもんじゃないですからね。さっきの中ボスがね、あと2回出てきますからね。非常に難関ステージですよ、ここはね。こんな炎の仕掛けなんで、こんなもんね、大した仕掛けじゃないですよ、こんなのね。全然怖くないですよ、こんなの。一番怖いのは中ボスですから。アローレイン戻ってるな。死んだとともにね、あの武器回復するんでね、それが助かりますね。あ、しまった。あかん、食らう。これはこっちでいいんやな。あ、開いてないのか、下か、まだ。あー、また出てきた。これな、体力少ないからな。まずギガアタックを使おうか。おお、半分ぐらい減ったぞ今。んでメテロレインね。あ、メテロレインちゃうわ、アローレイン、間違えた。これも効くのか、メテロ。これも効くって書いてあったな。あ、これだけか。やっぱこっちの方がいいな。やばい。やばいやばい。あー、出ない、出なかった今。あー、くそ、効いてない。あー、くそ、惜しい。あと一発。あれ、来ないぞ。あれ、倒したんか。倒してないよな。あれ、来ないな。せっかくこっち溜めてんのにさ。あ、倒したんや。あ、倒したのか。なんや、いつの間にか倒してたんやね。気がつかなかったわ。あー、ここも出てくるね。あー、死んだ。
何回も出ますからね、この敵はね。まずギガアタック、アローレイね。もう強制なんていうか強引ですけどね、この戦い方が一番いいですよね。少々強引ですけどね、普通に戦って勝てないですからこいつにはね。はい、倒しました。あ、ここはね、最後の難関ですね。下からね、来るんですよ。これは、すげえな。残機8機もあるんや。ただね、ギガアタック、うん、まあ、使えるね、まだね。トコインとかやばいな。半分減らした。で、アローレイ装備しとくと、装備しておいて、あ、危ねえ、やばいやばいやばい、あーかやばい、その前に死ぬなこれ。あ、死んだやっぱり。ここは最後の難関ですよね、ここはね。これまともに戦ったら絶対勝てないですからね、こういう方法じゃないとね。よし、圧倒的に減らしたぞ今。あかん、減ってないな全然。ああ、そうか、そっちか。あぶね、さすがにマグマはね、死んでまうからね。あー、違うか、逆側か。そうか、まだか。あー、クソ、まだやな。なくなってまうな、ローレイ。あ、なくなってるわ、もう。ギュアタックもう一回使えるやん。あー、なんやね。あれ、そう、ちゃんと装備できてなかった。あれ、使えないのか。パワー残ってるけどな、ギガアタック。ああ、使えないのか。ああ、使えないんやな。よし、使えた。よし、溜まっていってたからね。あと登るだけですよ、倒してしまえば。やばいやばいやばい。よし、いけた。
し、これであとボスと戦うだけですね。やっぱ危ない。あ、ここもいるんかい。ここにも出てくるのか、これ。もうないからな、死ぬしかないな、これ。ギガアタックないからね、アローレイもないから、死んだ方が早いな、これ。はい、コンティニューね。じゃあ、こっからできますからね。引き続きね。まあ、ちょっとね、少々ね、強引なね、やり方ですけども、この方法が一番いいんですよね。クリアするにはね。で、メテロ、アローレイ使うと。はい、倒しました。進めば進むほど熱くなっていく。ここは最高に熱い。この先は間違いなく調査員だな。このエリアの調査員はブレイズヒートニックス。もしもの時を考えて弱点武器とか考えておいた方がいいわね。はい、行きましょう。ボスと、ついにボスと戦いですね。まあこいつがね、まあ、弱点武器ありますからね、大丈夫と思いますけど。へへへ、よくここまで来たな。待ってたぜ。今までのやつと比べたら腕が立つ感じだな。もう地上のやわなやつしか残っていないから退屈だったぜ。殺すなって言われてるけど無理な話だよな。へへへ。ブレイズヒートニックス間違いないな。ネプリロイドの洗脳しろって言われても無理な話だよな。面倒なことはしたくねえ。戦おうぜ。最強の俺様とよ。最強なんか、ほんまに。まあ、一応最後まで残ったけどね、面が難しいから。下の方が戦いやすいな、上よりな。さあ、だった。はい。さあ、だった。なるほど、パターン分かってきたぞ。あ、下や、下。あかん。あ、今度上か。あ、危ねえ。危なかったね、今。なんかやってきよったぞ、下座座を。おお。よし、終わった。やっと倒しましたね。これで、初大ボスをすべて倒しましたね。よし。これで、やっとね、初大ボスステージ挑戦ね。すべて、初大ボスすべてね、初大ボスステージすべてクリアできました。はい。いやー、ほんとに大変でしたね。2ヶ月かかりましたね。8体ボスステージ全てね、クリアするだけでね。これ完結ですね。マグマグレードをゲットした。セイバーからブレードを発射。攻撃範囲が広く使いやすい武器。消炎斬をゲットした。上を押しながら攻撃ボタン。上の方向に敵に有効だ。ブレイズヒートニックス、元はホットスポット調査員。ヒートニックスの能力は他のメンバーよりずば抜けていて、誰も行けなかった危険なエリアも調査できたの。
しかし彼の能力についていけない他のメンバーは全滅。しかし海の親であるゲイトはヒートニックスの能力をさらに上げたわ。これ以上犠牲者を出さないよう警告を無視したヒートニックスは事故に見せかけ地下深くで処分された。なるほどね。はい、じゃあセーブします。はい、これでちょっと待って、続けるってやったらどうなるんやろな。一応ね、初代ボスを全てこれで倒しましたからね。うん。僕の最高傑作まで倒してしまった。誰だお前は。僕のゲーム、デブリドイドの新たな組織。デブリドイドだけの理想国家を目指すもの。そのために、架空のデブリドイドを消していこうと。お前、自分のしていることがどういうことか分かってるのか。うん、今の地球はレプリロイドなしでは復興できないんだぞ。分かってるさ。今の絶好のチャンスなんだ。僕はレプリロイドにより新たな時代を作ることができる。やっと時代が僕に追いつこうとしている。誰にも邪魔はさせないよ。自慢の調査員たちを倒してしまったのだ。僕の研究所に招待するのはもう隠れてしまった。たとえ死ぬことがわかる、君を絶対待ってるよ、僕の研究所。なるほどね、こういう展開になるわけですね。もうすべてはゲイトだ。ゲイトの悪夢を阻止せよ。ゲイトの研究所発見。ナイトメアの計画を阻止しましょう。8大ボスみんな死んでる状態ですよ、これね、倒した状態ですね。まあ、これですよね、ゲイトのステージね、秘密研究所。そうやな、どうしようかな。シャドウアーマー、これアーマーなんですよ、これ X とね。で、まあファルコンアーマーゼロ、ゼロも使えますし、で、シャドウアーマーとブレードアーマーって、まあ、このゲームのね、オリジナルのアーマー2つあるんですよね。はい。シャドウアーマーで行くと割と楽だっていう話は聞いたことあるんですけどね。シャドウで行くか、じゃあ。針とか当たっても大丈夫なんですよ、シャドウアーマーはね。サブタンクあればね。倒したとかいなかった、あれかな。あ、でも戻れないのか。ちょっと増えてるからな、サブタンク。これ倒せないもんな。これダッシュジャンプやな、これ。ジャイアントスージーがね、出てきてる。
針がね、針が当たっても大丈夫な、このシャドウワンもやったら苦しいですよね、これね、メンは。これがあれば、このメンは余裕ですよね、シャドウワンがあればね。さあ、来ましたよ。まあ、この1機目からなあ、あれ使うのはもったいない気がするけど、まあ、ちょっと精一杯やってみるか。まあ、ある意味ではね、こいつが一番強いっていう人もいるぐらいですから、このね、最後の。ラストスパートステージでは、あー、これはよく無理やな。これはもう耐えるしかないな。一気には厳しいかな、さすがにな。触れてるよな、与えられるダメージもな。これ使おうか。いけそう。勝負タンク使おう。これをまず。で、もうちょっと粘ってみよう。これでやばくなったら最後の勝負タンク使おう。そうすれば勝てそう。あ、こっちか。よし、使おう。いけると思う、多分。よし、いけそう。よし、倒した。いやー、これはもうサブタンクの力のおかげですね。これで第二ステージですね、次は。ここまで来たね、エイリア。君には昔から勝てなかった、うん、君が常にトップだった、うん、いいえ、
の方が何もかも上だったわ。私はただ課題をこなしていただけ。あなたは課題を守らなかった。たったそれだけのことなのよ。どんなに高い能力があっても正しく使われなかったら意味がない。お前とエイリアの差はそこにあるはずだ。大体レプリロイドだけの国家なんてできやしない。人間もレプリロイドも共に不完全な存在。お互い助け合っていかないとダメな。そんなことはお前が一番よく分かっているはずだ、うん、このボロボロの地球を救えるのは誰だ。人間たちは地下に避難し何にもできない。地上で活動できるのはレプリロイドだけだ。こんな状態にしてしまったのもレプリロイドですよね、X 君。X、気にするな。大丈夫だよ、シグナス。レプリロイドは不完全なことは認める。イレギュラーも発生する。だから僕の実力も正しく評価されなかった。しかしそれだけの自信が持てるものを作り出せたんだ。そう、一ついいことを教えてあげるよ。さすがに僕の実力だけではここまで来れなかった。でもこれを拾ったんだ。まさに神の導きだね。なんだと思う？ただのガラクタだと思ったよ。ゼロのかけらだよ。うん、聖地に踏み込んだような気分だった。素晴らしかったよ、ゼロの DNA は。ハイマックスもナイトメアウイルスもいとも簡単に作り出すことができた。正気ではいられなかった。こんなに完璧で最強のものが出来上がってしまうのだから。しかし上には上がいるもんだね。ここまでたどり着くのだからね。お前にはわからないのか。確かにゼロの DNA データは強大な力を持っているかもしれない。でも使い道を間違えた時からその力は弱まってるんだ。身をもって教えてやるぞ、ゲイト。我が友ゼロの DNA を利用して残り少ないレプリロイドたちを苦しめた。お前の罪を絶対に許さない。望むところ、君を倒さない限り僕の理想国家はありえない。来い、 X。 ああ、なるほどね。クリアですね。やっとね、セーブしとけば。パーツなんですよね。装備してるパーツですよね。はい。持ってるパーツね。まあいいや、とりあえずね。R1 レスキューって何やったっけ？あ、これか。あ、そうか、そうか。助けた仲間へ、仲間っていうかあれやね。旅したよね。シャドウでいきますね。まあこれね、第二ステージですね。これどうやって横に開こうか。こうやっていいのか。これあれやな。これ捕まるんやな、これな。
これ絶対シャドウアーマーないときついだろ。針だらけやん。絶対めっちゃきついよこれ、シャドウアーマーなかったら。これシャドウアーマーだからね、針はね、針当たっても大丈夫なんですよね。他のね、X とかね、ロックマンで、ロックマンとかゼロでいけばね、やられちゃいますよ、こんな、あんのこんなな。こんな針だらけのステージね。あ、もうこっちじゃないね、もう。これさすが最後のステージだけあって難しいな、難易度が。もうこれでゴリ押し行くしかないからね。あったらへんねん、これやってけた。難易度高いのにな、やっぱさすがに最後だけあって。おっと、ここ針があるけど、わ、これ大丈夫なんよね。こいつの場合は大丈夫なんですよ。こいつ後ろ向いてるとき当てられへんからな。後ろ向いてる間倒せないですよね。これ撃った方が早いな、これ。防御力強いからね、まだいいんですよ。これ絶対普通の X と0でいったら無理やでな。針だらけやもん。絶対無理やわ、こんな。X と0じゃ、いけるわけじゃないよ、こんな。シャドウやからいけるよ。このボスが結構強かったんです。確か強いんですよ、これね。ハイマックスとゲートが出てくるんですけどね。さあ、倒せるか、こいつは。こいつが強いんですよね。データは完全に勝っている。負けるはずがない。まだそんなこと言っているのか。負けられないんだ。くだらない野望になんか負けられないんだよ。あ、すぐ作られるなこれ。減らすの難しいな、これな。音楽かっけえな。よし、いけそう。うまくいけばいけそう。無駄だとか言いながら食らっとるやん。よし、あと一発くらいでいけるか。うまくいけば。よし、行けた。倒した。まあ、強かったな。
これぐらいか。よし、いけた。いけた。これで死んだら何もならんな。気をつけんと。あ。こいつ何なんや。どうすんのこれ。何なんこれ。タイミングつかないと上がんのか。え、なんで。なんでやねん、おい。せっかく行ったのに。ちょっと待って、どういうことやねん。わかんねん、あれ、コアさんと。これ壊せないからやな。あ、惜しい。鬼やな、この面、ほんまに。よし、いけた。やっといけた。よし。まだあんのか。まだ続きがあんのか、おい。壊さないといけないですよ、これをね。うわ、難しいな、下のやつ壊すの、これ。あぶね、ギリギリや。あれ、どこどこ。よし。入れた。やっと入れた。これでボスか。これが確かめっちゃ強いんですよね、ゲートね。黒幕なんでね、シグマ以外のね、こいつが強いんですよね。どう倒すかですね。ゲートですね。じゃ、このゲームの黒幕みたいなもんですけど、さすがだね、すべて壊されたよ。
もう何も残ってないよ。ゲート観念するんだ。そして今からでもお前の犯した罪を償いするんだ。まだだ、最後の実験が残ってるよ。僕が戦うよ。やめろ、自分がどれだけ愚かなことをしているか分かっているはずだ。こうなったらどうでもいいよ。お前から憧れてたんだよ、君を解析することを。恋 X、 これまあラスボスではないんですけど、一応黒幕なんですよね。そこか。よし、当てた。あ、潰さな、甘かよ。あかん。あかんなあ。あれ、あの破片じゃあかんわ。弾出せよ、おい。弾を出せ、早く。危ねえ。いや、もう少々ね、ご了承なところあるんですよ、どうしてもね。もうちょっとやな。あいつが弾を出せば出すほど有利なんですよね。え、やばい。うわ、潰した足場。でも潰れた足場もっと戻るんやね。やばい。よし、当たった。危ね。よし、これこっち使えるかな。使えないな。使ってこう。よし。ね、少々のダメージはもう大丈夫か。よし、倒した。やっと倒した。シグマがあといるからね。これだけは使いたくなかった、うん、僕自身も消されてしまうかもしれないが、悪魔を復活させたよ、シグマをね。うん、やっぱりな。
調子に乗るな小僧、あの手の手は死なぬわ。お前の助けだと必要なかったわ。邪魔だ、切ろう。これで邪魔者はお前たちだけだ。今度こそ決着をつけるか。この先で待っているぞ。またあいつか。でもまだ完全に復活してないみたいだ。急ごう。なるほどね。X、聞こえる？気になったんだけど、そこで倒れているアイゾック、機能停止しているわ。死んでいるの。過去のイレイズ事件と似ているわね。何の反応もない。一体これは。ダメだ、今はそれどころじゃない。シグマを追うぞ。よし、これでね、やっとね、シグマステージに入りますね。一応セーブしますよ、もう。これ、当然ですよ。当然セーブしないとね、これ。6番目に整理しとこう。よし、じゃあちょっと続けますかね。これですね。シャドウアーマーできます。シャドウアーマーの方が楽なんですよね、どこのステージもね。ラストステージスパートはね。ここはもうね、正真正銘ラストステージになりますね。ここはもうあれですよ、恒例のね、8大ボスのね、ボスラッシュがありますからね。下降りていいよね、ここはそうや、ここはボスラッシュやな。さあ、いいか、適当なとこから行こう。ここが一番上なんかな。そうやね。まあこんだけね、いますよ、8大ボスがね。じゃあ下から行こうか。下ね、はい、こいつは誰だ。8大ボスはね、シャドウアーマーだったらね、もう結構余裕でいけますからね。あ、インフィニティミニジオンですね、これね。ミジンコなんですよね。ミジンコがモチーフになったボスだよね。ちっちゃいんですよ。もうひたすらね、これ打ちまくりゃいいんですよ、これね。ジェットセイバーね。こいつが本物ねえな、こいつは。なかなか手こずるな、こいつは。やばい、ほとんど結構減ってるぞ、こっちは。やばい、やばい。やるな、こいつ。強いな。やばい。よし、やっと倒した。やばかったな、危なかったな。なかなか強かった、こいつは。これ絶対あれですよ、これでの手こずるんやから。本当に回復が、
回復一番上にあるんですよね。あれ、ちょっと待って、あれ、ここつかめないのか。あれ、回復は取れないのかい、これ。この上にあるな。さあ、ここから行こう。近いとったら行こうか、よくね。ヤンマーコマンダーヤンマーってやつですね。一番弱いやつですからね、これからね。このゲームの一大ボスでも、ブックバスターでも全部倒せる相手ですからね。ですよ、もう本当にね。はい、倒した。タンクが通常に溜まってくれた。当たるとね、火の上は あそこは、ね、落ちると死にますからね。落ちないようにしなきゃいけないっていうのがね。でもね、こいつ何やってんでしょうね。おっと危ない。おっと危ない。あ、今度したい。この上に来るからね、今度はね。どうした、どうした。よし。
でしたさ。はい、倒した。まあ一機ぐらい死んでも大丈夫ですけどね。レニータートロイドや、ね、ダメージ全然与えられへん、こいつ。どういうことや。あ、そうか。あれを壊さないとあかんのか。二つのなんか紋章みたいな、水槽みたいな壊さないとダメージ与えられないんや。こいつは強いわ。ダメージ与えられないっていうのは大きいで。こっちの方が無駄にダメージ受けるもんな、すいません。かったいな。あ、また戻った。また戻った。やばい。ちょっと待って、やばい。こっちか。結構強かったこいつは。初代ボスで一番強いんちゃうかこいつ。強くないからな。やばいやばいやばい、ちょっと待って、やばい。
疲れるな、これをね。ここ倒した、ギリギリだ。結構手こずりますね、初代ボスもね、やっぱりね。強いからな、こいつも。いやー、なかなかあれですね、やっぱりね、こつれますよね、8大ボスもね。本当にバカになんないですよ。あ、これ全部倒したか。これでシグマですね。やっと。戦ですよね、もうね、うん、もうね、来た、こいつだね。まだ完全に復活していないようだな、シグマ。ゲホ X か、邪魔だ、失せろ。また来ないチャンスだ。今度こそ完全にデリートする。おざくな、お前などこの体で十分だ。行くぞ、覚悟しろ、シグマ。なんかゾンビみたいな感じですね、なんかね。
第二形態やね。倒したか、そんなわけないか。うはは、まだだ。これガルが本場なだ。あ、ちょっと喋り方おかしくなってるね。ジネデッグズ、ジヌンダベッグズ。こいつ何を言ってるかもわからない。意識すらはっきりしてないはずなのに、それでも俺の執着は。楽にしてやるぞ、シグマ。完全に眠ってくれ。まあね。これラスボスの方がね、弱いですからね、正直ね。うん。全然弱いですから、すぐ倒せますからね。この時にギガアタック。やっぱダメージ与えられるよな。よし、倒した。無駄だぞ、無駄だ、わかるだろ、X。死なん、このぐらいでわかるだろ、X。今何よりも地球復興が大事だ。お前の相手を捨てる暇はない。また俺の目の前に現れたら倒してやる、それだけだ。うははは、忘れるなよ、もう必ずまた復活してやる。必ずだ、必ず、うおぉ。これで倒しましたね。そうか、ため打ちでやったら、すぐ倒せるんですね。倒した。もう疲れるわ。そうだな。X、ゲートを連れて帰ってどうする？こんなダメージじゃ修理しても無駄なだけだ。分かってるよ。ただエイリアンも同僚だったと思うと、放っておけなくて。仲間がいなくなる寂しさは知ってるから、余計にね。優しすぎるやろ。心配かけた。ちょうど迎えが来たようだ。大丈夫？二人とも。あ、デートなの？連れて帰ってきたんだ。 X の優しさってやつだ。ひどいな、こりゃ。どうするよ。エイリアに任せるよ。余計なことをしたかな。ありがとう、X。できるだけのことはしてみるわ。任務完了だな、これで。これから長い任務が待っているぞ。みんなで地球を再建しなければ。何でも直してやるぜ。メカニックとしての腕の見せ所だ。私はイレギュラー発生率ゼロのプログラム、ウイルスを完全にシャットアウトする完璧なプロテクトプログラムを、ゲイトに負けないようなプログラムを目指すわ。みんなで力を合わせてゆっくり確実に歩んでいこう。そうだな。長い旅は始まったばかりだ。今度こそ本当の理想国家を目指す。人間とレプリロイドが平和に暮らせる世界。はい、これでね、クリアしましたね。で、またね、この次のね、次の時はね、8大ボスの挑戦に戻したいと思いますね。はい。まだ8大ボスがね、まだ4体しか倒せないので、8大ボスステージのね、残り4ステージをね、次は続きとしてね、やりたいと思います。はい。先にね、ラストスパートステージをクリアしてしまいましたけどもね。
これであとね、残りの8大ボスステージの4ステージをクリアすれば完全クリアということになりますんで、このゲームね。はい。だから、あとはね、残りの4ステージをね、クリアするのを目指したいと思います。いやー。いや、これね、ラスボスというか、ラストスパートステージはね、クリアするのはね、今回で2回目になりますけどね。はい。昔ね、クリアしてるんですよ、実はね。今回で2回目になります。まあ、このゲームはね、一回僕昔ね、10年ぐらい前にクリアしてるんでね。10年以上前か。うん。今回2回目なんですよ、クリアしたのね。はい。まあもうほんと十数年ぶりなんでね。やっぱさすがに手こずりましたけどね。まあね、今ね、8大ボスステージ挑戦ね、やってまして、本当にね、実感するのはね、本当にこのゲームは難しいなっていうことですよ。もう、ロックマン X シリーズで一番難しいって言われてる作品なんでね。ただね、ロックマン X5 とか、ロックマン X4 と比べればね、ラスボスのシグマがね、この作品はまだ弱いからよかった、いいんですよね。それがバランスになってるんですよね。このゲームのシグマが強かったらもう本当にね、もう超鬼畜ゲームになっちゃいますからね。まあ、このゲームはね、ステージがね、とにかく全部、ほとんどのステージが難しいんでね、その代わり、シグマは弱いというね、まあ、そういうのがあるから、まあ、なんとかバランス的にいいんですよね。X4 と X5 はね、ステージ自体は全体的にそこまでね、難易度高くないんですけどね、ラストボスのシグマが異常に強いので、またそれはそれでね、逆のバランスになってるんですよね、このゲームとはね。ゲイとかね、いますね。やっぱね、このゲームはね、少々ゴリ押しでやんないとね、まあ、激ムズゲームなんでね、クリアできないんですよね。これぐらいのゴリ押しでやんないとね、ほんと無理ですよ。時間かかったけど、なんとかクリアできましたね。ああ、なるほどね。これすればなんかあるんですよね。なんか。また別のね、形でスタートできるっていう、確かこれ、あれですよ。裏技ですよね。はい、これでね、クリアすることができました。またね、次回は8大ボスステージの挑戦に戻りたいと思いますので、よろしくお願いします。これあれですよ、オープニングですよ。
謎のレプリロイド、ダイナ。彼の操作により、ユーラシアの取った軌道は地球だ。地球消滅の惨劇が始まった。イレギュラーハンターゼロ、地球の存亡を捨ており、一人のレプリロイドが荒れ狂うスペースコロニーへ真っ向からぶつかった。結果、スペースコロニーの破壊に成功。地球消滅は免れたものの、爆発の被害は大きく、地上は荒ぬ姿へと一変する。そしてシグマとの死闘。これ前作のね X5 の時の話をね、あらすじですよね。 X と0は命からがらシグマを倒す。戦いから帰還したのは青い光。 X だけでは見覚えのあるセーバーが握られていた。3週間後の現在、荒れ果てた地上はレプリロイドがかろうじて活動できる程度に汚染が静まりつつあった。そしてある男の、はい、じゃあこれでね、終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いいたします。